で、この円月島の場所で海の底を見る船を60年ぐらい観光事業としてやっております。でこの写真は昭和2年に撮った写真です。でうちの僕のひいおじいさんはこのグラスボートをする前は漁師だったので、やっぱりこの白浜昔から存在しているので、やっぱり白浜にはなくてはならないものだと思っています。でやっぱりこう波とか風によってこう削られて、年々削られて、でこの先いずれかはもうここも多分崩れてしまうと思います。でこれはもう自然のことなんで、まあ、自分たちにはどうすることもできないんですけども、ただもう今のこの素晴らしい形を皆さんにたくさんの方に見ていただけたらっていうふうに思っています。やっぱりその何でしょう、白浜のシンボルでもあり、で白浜といえばやっぱり円月島っていうイメージがやっぱり持っているんで、これがなかったらやっぱ白浜とは言えない、僕自身は思います。その真正面に入る何て言うんでしょう、自然の奇跡っていうんでしょうかね、それに皆さんが多分おそらくそのこの穴の中へ入る偶然を皆さんは自然のねっていうので魅力があるんだと思うんですよ。今の円月島の良さを皆さんに知っていただいて、自然を壊さないように、この素晴らしい自然を壊さないようにしてほしいっていうのを伝えていきたいです。近いうちにこの辺は南海地震っていう大きな地震が起こるっていうふうに、言われているんですよ。でその地震が起こった時、もちろんその揺れも大きいですし津波も来ると思うんですけど、それで崩壊する危険はかなり高いと思います。
ここで生まれて育って、もう当たり前の景色。まあ、生活の一部っていうんでしょうかね。なんでやっぱりそれがなくなって形が崩れるとやっぱり寂しい。まあ、エンゲス島もそうなんですけど、エンゲス島のこの周辺の海に住んでいる生物ですね、魚とかサンゴとかっていうのは、まあ、このエンゲス島が崩れても、まあ、そのまま残るので、そんなに、最初は悲しいですけども、その後は立ち直るっていうんですか、大丈夫です。エンゲス島、今のこの形が、生活の一部っていうことだったんですけども、これがもし崩れてしまっても、最初は悲しいですけど、もうこれ自体の形を直にこの目で焼き付けているので、心の中にはやっぱりこういう形っていう